若い人、まあ私いろんな講演で子どもさんたちにお話ししたりしますけど、成功を追い求めていくほどつまらん人生はないって私は思ってるんです。成功を追いかけるほどつまらん人生はない。誰とも共感できないから。でもいかにしくじるか、いかに泥かぶるかが人生なんだろうなって思うんです。あのね、かぶった泥の量で決まります人生は。私そのたくさんの泥をかぶってきて、たくさんの泥水すすってきたおかげで今たくさんの人に、応援されて生きてるわけです。これが私が成功ばっかりを追い求めて生きてきたら、共感の架け橋なんか誰にもかかりませんよ。そらあんたは特別やもんなで終わりですから、うん、って考えると、人生って何が不幸なのかっていうのは判断できないですよ。それが分かったら人生が楽になりました。あ、今の自分に、自分の人生にとっていいか悪いかは判断できないんだっていうのが分かったんです。後にならんと分からんのですよ。で、後になるとどうなるかって言ったら、自分の器が広がってるんです。自分の器が広がるとどうなるかって言ったら、視野が広がるんです。視野が広がるとどうなるかって言ったら、見えなかった意味が見えてくるんです。だから自分の人生の経験は後にならないと意味がわからないようにできてるんです。で、私は自分の人生を全部振り返ったら、自分が不幸だと思ってたものが全部不幸ではなかったことに気づいたんです。全部例外なく全部意味があることに気づいたんです。そしたら私の頭の中に漠然とあった将来への不安っていうのが消えてなくなったんです。 100% 人生に不幸っていう現象はないんだっていうのが分かった。ら、今からやってくるどんな出来事も 100% 幸せの現象なんだって思えたんです。私はそれを、悟るっていう意味だと捉えてます。悟るって、仏教で悟るっていうことを、定観っていうんです。諦めるっていう字を書きます。でもそれは諦めるっていうのは、そのなんていうのかな、こう私たちが一般的に思ってる諦めるとはちょっと意味が違うんです。腑に落ちるって言った方が近いかな、まあ悟るっていう方が近いですよね。定観っていうのは悟った、世の中に不幸事はなかったんだっていうことに気がついた。皆さんの周りにいませんか？私の周りにもかつていましたけど、ポジティブな言葉だけ使って生きていこうみたいな人が一時期いっぱいいたじゃないですか。ね、もうネガティブな言葉やマイナスの言葉は一切自分の人生では使わないみたいな、ね、ついてるついてるとかポジティブポジティブみたいな、ラッキーラッキーみたいなことを一時期めっちゃ流行った、流行ったって大変だな、一時期めっちゃそんな人間がおったじゃないですか。今綺麗にいなくなっとるでしょ。みんないなくなったんですよ。それはなぜかっていうと、無理だからですよ。無理があるんですよ。あのプラスのことに価値があって、マイナスのことに価値がないって思ってるんですね。だからこの価値がないマイナスを排除しよう排除しようとしてるんです。違う、プラスにはプラスの価値があって、マイナスにはマイナスの価値があるんだって、ここに気づかないと幸せの道にはたどり着けないんですよね。どちらも必要だったんだっていうこと。常に世の中はワンセットなんです。どんな価値もワンセットでできてるんです。あの磁石でいう N 極と S 極っていう状態ですね。必ず世の中の全ての価値にはワンセットで一組になってるんです。科学者がある壮大な実験に取り組んだんです。この N 極と S 極をあ、磁石って、まあ、こんな棒磁石があるじゃないですか。 N 極って書いてるでしょ、 S 極って書いてるじゃないですか。真ん中でパーンって割るじゃないですか。ほんだらこっち側が N 極だけの磁石で、こっち側 S 極だけの磁石になるかって言ったら、そんなことにはならんのですよ。N 極っていう赤く塗った、この赤く塗ってる N 極で書いてる中に N 極と S 極ってできるんですよ。またここパーンって割ると、パーンって割った瞬間に N 極 S 極になるんですよね。
どこまで細かく切っていっても N 極 S 極になるんです。それね、モノポール問題って言ったんです。まあ、それをメモする必要ないです。ポールっていうのは磁極っていう意味ですね。モノっていうのはギリシャ語で1っていう意味です。だからその N 極なら N 極だけ、 S 極なら S 極だけっていう単一で取り出したいってずっと思ってたんですけど、結論から言うとそれは不可能だったっていうことです。だからね、分けることができないんです。世の中の価値は一つだけ取り出すことができない。それをやってたからみんな疲れ果てていったんです、ね、ついてるついてる、ポジティブポジティブとかいう人をずっと追っていくとだんだん元気がなくなっていく。ずっとおかしいなみたいな、笑顔笑顔とか言ってるのになんか笑顔がどん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 なくなってて、あの人あついにフェードアウトしたみたいなことになるのは自然の摂理に反したことをやってるからですよ。私たちは偉大な力を持ってる、気づく力、そして感謝する力なんです。これがね、人間にとって偉大な力、3つあるんです。気づく力、感謝する力、団結する力中3つが人間に与えられた偉大な力なんです。そう思えば自分の人生恵まれとったんやなって自然に思えてきますわ。ああ恵まれとったんやなって。